はい、こんにちは。1週間の IT 関連情報を勝手に紹介するウィークリーリキャップの時間がやってまいりました。さあ、変なタイトルをいつになっても直さないのっていうことをずっと言い続けてるんですけれども、あれこれ音入ってるね。大丈夫ですね、音入ってますね。はい、インテルがサンダーボルト5を発表してました。最大 120GBps、 通常80だったかな、なんですけど、最大 120GB、 デバイスの電源供給はなんだっけ、 USB PD ERP みたいななんちゃらいうやつの 240W にも対応して、ディスプレイポート 2.1 だなんであらかんちゃらも対応すると、そういった上位規格で、2024年ぐらいに製品、対応製品が出てくると、そういうことを言っておりました。まあ1年後ですね、出てくるのはね。あんまし気にしなくていいと思いますが、こういう上位規格が出るっていうことは覚えておきましょう。デルが 500Hz のモニターを発表しました。リフレッシュレートが 500Hz ですね。なんで、私なんかは100なんちゃらぐらいで十分の気がするんですけど、e スポーツとかで何としても、上位に来た人みたいな人はこういうのがいいんじゃないでしょうか。ダイナブックが法人向けの各モデルのリプレイスというか新モデルを発表しております。全部従来モデルの CPU が第13世代インテルコアになった的な変更ですね。これ以外の各、法人向けモデルも Windows 11 23H2 だったっけ、 OS が新しく上位最新版になってるとか、いろいろ細かい変更はあるんですけど、ダイナブック法人向けの製品、これ、ダイナブックウォッチャーニュースもやった方がいいのかなと、まあ、やるかやらないか今悩んでるんですけども、そういうこともあります。 Apple が iPhone15 シリーズを発表していました。私が調べた想定価格はですね、為替はですね、1ドル ＝145円ぐらいだったかな。忘れちゃった。140なんとか円で、1年前よりも5円ぐらい円安になってましたね。はい。で、予約開始が9月15日の日本時間で夜だったんですけど、それから、まあ、12時間以上経った今撮影している現在は、今注文すると予約、発売日が9月22日らしいんですけど、10月なんたら日に、お届けみたいになってましたね。 iPhone15 Pro シリーズは11月とかになってましたね。だからだいぶ、今回のモデルは人気がある、売れてる、想定より売れてる、もしくはアップルの出荷が少ない、どっちかですね。想定が何かは分かんないですけどね。だいたい早まりますよ、その初めのお届け日よりはね。でも2ヶ月後はね、ちょっとね、忘れちゃうよね、届いた頃にはね。なんだべなこれはってなるよね。 MSI がこれ安お得ゲーミング PC だったっけかな、発表してます。こっちだったかな、ギガバイト、やお得なやつ、20万円以下で GeForce RTX 4060のやつ、こっちだったかな、特に安いやつ。1個前の MSI もまあまあ安かったと思ったけど、インテルイノベーションが10
9月19日から20日までやりますと。で、いわゆる IDF ですね。なんで、ここで次のインテルコア、なんだっけ、メテオレイクだっけ。メテオレイクがそうだったっけな。インテル4だっけ、プロセスの名前。今インテル7だったっけかな。から4になるやつ。EUV を使ってチップレットが、機能が だいぶ使われてるやつの関連のやつが何らかの発表があるんじゃないかなと。まあ少なくとも動作デモはいっぱいあるでしょうね。はい。もう発売日、対応機種とかが公開してもらったらいいんじゃないかなと勝手に思ってるんですけども。というわけで今日は終わりたいと思います。さようなら。ポチッとな。